ふうちゃんビジネス日本語入門コースへようこそみなさんこんにちはビジネス日本語入門コースへようこそ私はふうちゃん日本語語の川原睦美です今日も一緒に楽しく学習していきましょう いろんな場面においてのビジネス会話を見ていきたいと思いますでは今日は「王さんの一日」と題して職場での一日の流れに沿って行われる会話を見ていくことにしましょう王さんは日本の企業で働く外国人社員です彼の一日の生活を追っていきます日本語は、 誰が、誰に、どこで、何のために話すかによって文体や用語が変わります。王さんが誰と話すかによってどんな話し方をするのかに注意しながら聞いてください。それでは始めます。まずは、気象です。6時30分、気象。 ああ、もう朝か。眠い。それに頭がガンガンする。二日酔いかな。でも起きなきゃ遅刻しちゃう。どうですか皆さんの朝と同じでしょうかでは見ていきましょう。まず、頭がガンガンするという表現がありますが、 これは頭に強く響くほどの痛みを感じるということですが、その原因は二日酔いですね。では二日酔いとは何でしょうかそうですね。たくさん飲みすぎたりして、酒の酔いが翌日まで冷めないことを言います。つまり粛水のことですね。 経験がある人には分かりますがかなりつらいものですよねそのたびに次は飲みすぎないようにしようと思うのですが付き合いや接待などでついつい飲みすぎてしまうのです仕事帰りに飲みに行ったり接待があったりで次の日に響いてしまうこともあります続いて二日酔いかな のかなについてですが、これは不確かな点を確かめる意で自問し、あるいは相手に問いかけるときに用いる語です。例えば、外は雨が降っているかな、というように使います。また、〜ないかな、となると願望を表します。例えば、 何かいいことないかなぁとか早く終わらないかなぁというふうに用いますそして起きなきゃのなきゃですがこれは私はこうしなければならないといった意味で一人言を言ったりする時や日常会話でもよく用いられる言い方です本来、 何々になきゃならないという形ですが、ならないの部分はよく省略されます。例を挙げてみましょう。もう起きなきゃ。すぐ病院へ行かなきゃ。田中さんに電話しなきゃ。というように持ちます。では次を見てみましょう。 出発です。七時四十五分。出発。ドアを開けながら。さあ、行こう。あ。もうこんな時間だ。急がなきゃ。この。さあ、行こう。の。さあ。ですが。この言葉も、いろいろな意味があります。 ここでは、意気込んで物事を始めようとする際に発することして使われています。例えば、さあ頑張るぞ、というふうに言ったりします。そして、最後の、急がなきゃ、の、なきゃ、は、先ほど出てきた言い方と同じですね。では、次の会話です。聞いてみましょう。 地下鉄の駅での一コマです。8時30分。地下鉄の駅で。同僚の佐々木さんに会う。あ、佐々木さん、おはよう。あ、王さん、おはよう。今日も寒いね。王さんは会社近くの地下鉄の駅で、同僚の佐々木さんに会いましたね。 日本では上下関係を重んじし、目上の人や先輩などに対しては敬語を用いますが、佐々木さんとは同期なので敬語は用いず、普通の言い方で話をしています。もし、同期や友達の間柄なのに敬語を使うと、他人行儀にされたようで距離を感じ、違和感があります。また、 ここで天気の話題が出てきますね。日本では挨拶の際に天気のことを話題に出します。例えば、会話にもあるように、今日は寒いね。とか、今日は一段と冷えますね。今日はいいお天気ですね。最近はっきりしない天気が続いていますね。などと言います。 では、どうしてこのような習慣があるのでしょうかこれにはいろいろな説がありますが日本は春夏秋冬がはっきりしている国であることそして農業国であることが挙げられますみんな季節の移り変わりに関心がありまた農業を営むには天気と密接な関係があるためみんなの関心が高いのです そういった背景から挨拶の時にお互い天気の話題が昇るという習慣が生まれたと言われていますちなみに中国ではどうでしょうか挨拶の時にご飯を食べましたかと言ったりしますよねこれも食文化と人間関係を大切にするお国柄が表れていると言えますね さて、会社に着いたところで部長に会いました。次の会話を聞いてみましょう。8時40分、会社のロビーで、部長に会う。部長、おはようございます。ああ、おはよう。王君、例の件はどうだい進んでるかいはい、今日中には案ができますので。そうかい、じゃあ頑張って。はい。 ありがとうございます。王さんは部長と話すとき、敬語の一種である丁寧語を使っていますね上司に対しては敬語を用いいます上司である部長は王さんに対して普通の言い方で話していますね次に部長の話の中に「例の件はどうだい進んでるかい?」 とありますが、この例の〜は話をしている際にお互いが知っている事柄については具体的なことを言わず、例の〜という言い方をします。例えば、例のもの準備できた例のことだけど今どんな感じなどと言います。 そして、進んでるかいと、後に出てくる、そうかいの会ですが、軽く疑って問う語です。意味としては、進んでいますかそうですかと同じですが、普通体の中で男性が用いる言い方です。例えば、これ知ってるかいといったふ、また、 今日中の十は範囲を表す言葉ですね。例えば、今週中、今年中、などと使い、期間を限定します。さて、王さんはオフィスに着きました。次の会話を見ていきましょう。8時50分、オフィスで、 仕事の準備をする。さあ今日も忙しいぞまず午前中のうちに企画書を仕上げて午後15時にはもみじ広告の人との打ち合わせが入ってたなそれからまずオフィスに着いたら1日の仕事のスケジュールを確認します 就業時間の5分から10分前には職場に着くようにしその日にやるべきことを書き出し順序立てて行えるようにしますでは会話の内容を見てみましょうまたここでも「さあ」あという語が出てきましたね自分の意思を表す語でしたそして、 午前中のうちに企画書を仕上げてという一文ですが、まず午前中の中とは何々の間という範囲を示しています。うちにというよりも限度以内という意味です。例えば、暑いうちに食べてください。若いうちにいろいろな経験をしましょう。 などと用います。企画書。これは、計画を立てて、それを書き表したものです。仕上げるとは、何かの仕事を終える、完全なものに作り上げるという意味です。例えば、課題を仕上げる、絵を仕上げる、などと言います。打ち合わせ。 という言葉が出てきましたが、これは、ある事柄について事前に話し合うことを指します。詳しくは、打ち合わせの会話を学習する際に見ていくことにします。それでは、仕事を始める会話です。では、仕事を始めます。9時、オフィスで企画書を仕上げる 今日の最初の仕事ですね。続いて、電話の応対です。10時、オフィスで内線電話がかかってくる。はい、比較部です。こちら、受付ですが、ジェトロの山本様よりお電話が入っています。つないでください。かしこまりました。 ェトロの山本さんから電話を受けるはい企画部の王です私チェトロの山本ですいつもお世話になっておりますこちらこそお世話になっております近々お目にかかりたいと思うのですがご都合はいかがでしょうか来週の月曜日はいかがですか 2>, 2月15日の月曜日ですね はい、大丈夫ですでは2月15日の月曜日の午後14時でよろしいでしょうかはいでは月曜日の午後2時にお伺いしますお待ちしております失礼いたします失礼いたします,します敬語の使い方そしてメモを取りながら応対し 日時をお互いにこのモデル会話を暗記しておくと今後応用できると思います繰り返し練習してくださいね「いつら作練習吧 では先ほどの企画書を上司に見てもらう際のやりとりです。聞いてみましょう。11時40分、オフィスで、一仕事済ませて。課長、企画案がまとまりました。じゃあ見てみよう。よくできているよ。ご苦労様。佐々木君に相談して、 倫理案を作成して、かしこまりました。課長は上司ですので、王さんは敬語を持ちします。課長が王さんに、ご苦労様と言っていますね。これは、目上の人から目下の人に用いる言い方です。目下の人が目上の人に対して言うと失礼にあたりますので、 ご苦労様の代わりにお疲れ様ですというようにしましょうこれは同僚の間でも用いられます倫理書,書についてですがこれは日本企業独特の制度です倫理書は倫議を行うための文書ですが倫議は会議の手間を省くために担当者が作成した案を 関係者に会談して、それぞれの承認を求めることを言います。凛お及び倫理書は、比較的大規模な組織の意識決定に用いられる方法です。昼休みになりました。会話を見てみましょう。12時20分、昼休憩。おうさん。 昼飯これからなのそう、ちょっとお仕事が手間取ってね。そっか、大変だね。社員食堂は今混んでるよ。じゃあ、外で食べてくるよ。会社のランチも飽きちゃったし。これは同僚との会話ですので、お互い普通体で話していますね。昼飯という言い方は男性用語です。 通常お昼ごはんランチという言い方をします仕事が手間取るとはどんな感じでしょうかこれは仕事に予想以上の時間を費やすという意味です「飽きちゃった」という言葉が出てきますが「飽きる」とは同じことが重なり これ以上それを続けるのが嫌だという意味ですね。例えば、ここの話には飽きた。とか、今日もまたこのおかず、もう飽きたよという具合に使います。〜何々ちゃったという言い方ですが、〜何々いてしまいましたという意味ですね。例えば、呆れちゃった。 とか、もう見ちゃった。というように、交互でよく使われます。王さんは外食することにしましたね。レストランでの会話です。聞いてみましょう。12時30分、レストランで、メニューを見ながら。ああ、お腹すいた。何にしようかな。 店員を呼ぶ。すみません日替わりランチをお願いします飲み物はコーヒーで日替わりランチをお一つですねコーヒーはホットとアイスとございますがホットでかしこまりました少々お待ちくださいまず王さんは独り言で 何にしようかなと言っていますね。これこれにするという言い方ですが、これこれに決めるという意味ですね。例えば何かを買うときに、これにすると言ったりします。語尾のかなは先ほど出てきたものと同様の意味ですね。店員はお客様である王さんに、 敬語の尊敬語、謙譲語、丁寧語で話していますね。王さんも敬語を使っていますが、一般的な丁寧語で話しています。敬語の中にもいくつかの程度がありましたよね。思い出してみてください。そして、王さんは、飲み物はコーヒーで、と言っていますが、で、 の後ろのお願いしますという言葉が省略されていますまた日本の喫茶店やレストランでホットコーヒーを食注文する際にはコーヒーという言葉を省略しホット一粒つと言ったりしますアイスコーヒーの場合にはアイスクリームと,と間違えてしまいますので略さずアイスコーヒー と言います。続いて部長に企画案を説明する際のやり取りです聞いてみましょう2時部長室で企画案を説明するよく分かった早速これを役員会にかけようありがとうございます部長がこれを役員会にかけよう と言っていますが、役員とは会社の幹部、中役の人たちを指します。〇〇を〜にかけるとは問題などを〜で取り上げるという意味です。例えば、議題を会議にかける、この事件を裁判にかけるというふうに用います。では続いて、 電話の応対です。二時五十五分オフィスで。内線電話がかかってくる。はい。企画部です。大沢さんですね。こちら受付ですが。もみみち広告の方がお見えです。では。応接室にお通ししてください。かしこまりました。 これは会社内部の電話のやりとりですが、これも電話のマナーで学習したことが活かされますね。敬語の使い方をおさらいしてみてください。次に接客の様子を見てみることにしましょう。3時、応接室で、もみじ広告の石田さんと会う、 王さんが入室すると、石田さんが立ち上がる。いつもお世話になっております。こちらこそお世話になっております。どうぞおかけください。はい。失礼いたします。今日は前回お願いしました広告の件ですよね。はい。広告原稿が出来上がりましたので、一度ご覧いただければと思いまして、 わかりました。上司にも見せまして後ほどお返事差し上げてもよろしいでしょうかはいよろしくお願いいたしますそのほか確認事項などについて商談する今日はどうもありがとうございました引き続きよろしくお願いいたします 王さんはエレベーターまで石田さんをお送りする。それでは失礼いたします。どうぞお気をつけて。まず注意してもらいたいのが、お客様に対しての言葉遣いです。接客の際にもきちんと敬語で話せるようにしましょうね。では会話の内容ですが、こちらこそ。 という言い方が出てきましたが、このこそは強調を表します。私の方こそという意味で用います。出来上がるの〜何々上がるはそのものが極点にまで達する、完了するという意味です。他にも 書き上がる、すり上がるといったふうに言いますそして一度ご覧いただければと思いましての後には伺いましたなどの言葉が省略されています上司にも見せましてとありますが通常上司には尊敬語を使用しなくてはなりませんよね しかし、社外の人と話している際に、社内のことが話題に出た場合には、上司はうちの人となりますので、尊敬語は持ちません。また、訪問者側から辞去する旨を伝えるのでしたね。石田さんは、今日はどうもありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。と切り出しています。 引き続きというのは、この状態を維持するという意味がありますので、これからもずっとということですね。待機時間が近づいた頃、上司である課長からのお誘いがありました。聞いてみましょう。5時、オフィスで、誘われる。王さん、今晩何か予定ある いいえ、別に何もじゃあ帰りに一杯どう企画案もできたことだしいいですねじゃあ18時30分ごろ出かけよう課長から今晩の予定を聞かれたおさんは「いいえ別に何も」と答えていますねこの「別に」は打ち消しの語を伴って「これといって特に」 特別にはという意味です。例えば、別に大したことではない。別に困りはしない。というふうに使います。ここでは、別に何もの,の後ろに、予定はありません。という言葉が省略されています。次に、帰りに一杯どう企画案もできたことだし、 という文ですが、企画案もできたことだし、帰りに一杯どうという文の前後が入れ替わった形ですね。そして、この一杯どうとは、お酒を飲みませんかという意味ですよね。日本では、お酒を飲みながら仕事の相談をしたりすることがよくあります。また、 先輩後輩上司部下のコミュニケーションを図る手段としても用いられるのですでは課長と別れる際の会話を見てみましょう9時45分小料理屋の前で飲食後課長こんばんはごちそうさまでしたいやとんでもない 今晩はとても楽しかったよ。課長は地下鉄ですかいや、今日はタクシーで帰るよ。王さんは私は地下鉄ですから、こちらで失礼します。そ,そうか、気をつけて。じゃじゃまた明日。王さんは課長にごちそうになりました。そこで、ごちそうさまでした。とお礼を言いましたね。 これは皆さんもご存知のように日常の食後の挨拶にも使いますよねそしておほさんのお礼に対して課長はいやとんでもないと答えていますねこのとんでもないとはどういう意味か知っていますかもともとは相手の言葉を強く否定して そんなことはありません。という意味なのですが、ここでのとんでもないは、どういたしましてという意味で使われています。どういたしましては、相手のお礼の言葉に対して、それを穏やかに打ち消している挨拶用語ですね。そろそろ、王さんの一日が終わりを告げようとしています。 10時40分、自宅でああ、今日も一日よく働いたな。さっきは課長といろいろ話ができてよかった。さて、お風呂に入って早く寝よう。皆さんは一日の終わりにどんな独りごとを言いますか王さんは一日を振り返っているようですね。王さんの独りごとの中に、 よく働いたなぁ、とありますが、このよくは十分にという意味で用いていますね。他にも、今日はよく食べた、とか、ここは試験期限に出ますので、よく復習しておいてください、というふうに言います。さて、今日は、王さんの一日を見ていきましたが、 皆さん、どのような感想を持ちましたか会社では、企画書を書いたり、接客をしたりと、忙しい様子が伝わってきましたね。そんな中でも王さんは、しっかりと自分のやるべきことをこなしていました。ただ正しい言葉遣いをし、また、報告や確認なども漏れなくできていましたね。 皆さんも、王さんのように余裕を持って仕事に取り組めるよう、ビジネスにおけるマナーをしっかりと身につけておきましょう。それでは今日の授業はこれで終わります。